の衣装が混じっております。一体この方々は何なんだろうと思いながら気にかけていただけるかなと思いますが、滋賀、若手連合という形でよろしいですか。はい、では滋賀若手連合の皆さんどうぞ。はい、お願いします。ということで、はい、ではチームの紹介を、ね、させていただきたいと思います。私たち滋賀若手連合は、今回、飛翔を開催するにあたって、飛翔ではなかったんですけれども、このイベントを開催するにあたって、滋賀県の若手だけで、連合チームという形で、募りまして、有志で募りましてできたチームとなります。踊らせてもらう曲は日本の心という曲を踊らせていただくんですけれども、この曲は、三重の秘書でも、三重県のチームさんの若手の中心でね、踊られていた曲を今度は滋賀県としてのチームだけで、踊りも自分たちでこの滋賀だけのオリジナルの振り付けを作りで、練習してまいりました。開催までに、結構期間が空いた影響もあって、本来の参加予定をしていたチームのメンバーが出れなくなったりとか、いうこともあって、メンバーがいろいろ変わったりした経緯もあったんですけれども、その踊れなかったメンバーの思いも乗せて、今できる私たちの踊りを精一杯踊らせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ではもつもの
はい、ありがとうございます。